本日は V ストローム250ではなくアドレス125乗ってます。また買い替えたってわけではなく、 V ストロームの、ヘッドライトをもっと明るいものに交換するために今バイクを預けてます。それで代車で今借りてるのがこのアドレスです。なんか新車を、なんというか、試乗車用の新車を出してくれてですね、待ってる間、ナンバーを今取り付けてますんで、みたいな、まあ、そんぐらいの新車です。もう、ミスは許されない状態ですね。こかすことはできない。今のところ転倒ゼロで来てます。まあ、そうやすやすとこけてたまるかっていう感じですけど、まあまあ今のところは順調に来てます。ほんで、まあスクーターに乗る機会もそんなにはないんですが、まあ、たまに乗るくらいだったらもういいですね、スクーターも。軽くて楽で。そんで、まあ、50cc じゃないっていうのがやっぱり良くて、50cc だと、まあ、30キロ制限とか、2段階右折とかがあるので、こう、あんまり、不便さを感じやすい人はね、50cc は、向かないんで、こういう 125cc クラスとかがだいぶ楽に感じます。まあね、車体が軽いんでとっても扱いやすいですね。またがった後の引き起こしとかももう全然違いますね。真っ白いボディもいいですね。10月は雨が多くて、本当にバイクには乗れなかったですね。台風が来てて、そんでまた次の台風も控えてるっていう感じで、なかなかバイクに乗ろうっていう、そういう条件ではないですね。まあ、そんでも、月末は台風が通り過ぎてるっぽいんで、まあ、そこら辺のタイミングでちょうど東京モーターショーが一般公開で、まあ、見に行けるっていう感じらしいので、まあ、そこを、最先端の車やバイクを見に行こうかなって思ってます。自分で走るバイクとかがあるようで、なんだっけ、なんかバイクを運転できる、ロボットっていうのと、バイク自体が勝手にこう、なんだろう、自走できるっていうのがあるみたいで、それが結構楽しみですね。思わずクラッチを切ろうとしてしまいますね。ないのに。さて、ちょっと人気のないところに来たところで、このアドレスというバイクを見てみようじゃないですか。ピンクナンバー。そう、スクーターを今日はね、乗ってるわけですね。代車で借りてます。で、新品なので、もうどこもかしこも綺麗ですね。輝きが違う。
こう一番すごいなと思ったのが、このブレーキがロックできるっていう、ここのストッパー機能ですね。ここで今ちょっと坂道になってているんですが、こうタイヤが今まっすぐな状態でもそのストッパーを今つけてるんで、こうバイクが下がっていかないと。それがすごいな、パーキング機能みたいなことなんですかね。いい機能だと思います、ね、虫も寄ってきました。そんでまあこれに乗って今日はどっかに行くわけじゃなく、まあ新車、下ろしたての新車なので、この綺麗なままの状態で返したいので、まあどこにも行かずに素直に帰ろうかなと思います。ここら辺がかっこいいですね。うん、すごいね、この立派な、なんですか、トップケースをつけるようなキャリアが最初からついてる。のどかなベル下がり。まあそんな感じでスクーターもいいよっていうことで今日は終了しようかなと思います。で、東京モーターショーに行こうかなって思ってるんで、その時にまた何かしら動画撮れればいいなと思います。それでは。